こんにちは。9月の26日月曜日の株と為替の売買シナリオでございます。現在、東京時間が16時過ぎとういう時間帯でございますが、本日の東京市場でございます。えー、週明けとういうところで、ちょっとやはりですね、月曜日様子見パターンが強かったのかなというふうにして感じているんですが、ドル円相場は100円台の後半から101円台、ちょっと乗っかってくると上値が重いという状況でございました。そして日経平均株価の方なんですが、ちょっとアジア株全体的な方 重かったのかなというところで日経平均株価の下落の方がちょっと本日は目立ったようなイメージを持っております。でこちら、えー、先物オプションの方をちょっとご覧になっていただければというふうにしたと思いますが、こちらでございます。まあコールの方もまあそれなりにまあこれまあコール売ってる人もいるから買ってる人もいてというところでの出来高が急増しているのかとは思いますが。 えー、1万7000オーバー、250円刻みで、2000枚、3000枚、えー、そして、ま、えー、これ3800枚と、1万7500円のコール、まあ、かなり膨れてるんですけども、気になりましたのは1万5000円のプットでございます。えー、こちらの方がですね、1、ええー、5000円プットが4000枚を超えてると、おー、 いうところですねちょっとこちらのをご覧になっていただければと思いますが、えーまあ、この辺をですねカバード・プットなのか、いしはカバード・コールの方の開始なのか、ちょっとその辺が非常に未確定ですが、ちょっと今日ですねやはり日経平均株価1万6500円アラウンドでの株安というところ、先物市場においても、ですねちょっとお。 猶予期間を強めてしまったのかなとこういうところかと思います。さてで、えー、先週でございますけれども日米の金融政策会合を終えましたとこういうところでございます。まあ日銀に関するですね各見解は今日もですね、えー、本日まあ臨時、えー 国会っていうんでしょうかね。今日から始まって、すでまあ、ちょっと場所は違いますが、黒田日銀総裁従前の考えを示されていたというところでは、大きく、え安倍首相からの、え初心表明率内緒は黒田総裁からの見解、大きくゼロはなかったんですが、ちょっとこちらご覧になっていただければと思います。米国の FOMC の今後のですね、FRB の金融政策に向けてでございますが、やはり依然とですね、11月の金融政策会合 FOMC においては、利上げ関数が かなり低いんですね。こちらの方は FOMC、カウンタントゥーザー FOMC といううに書いております。シカゴの11月に向けた利上げ確率を示したものでございますがちょ、こちらちょっとご覧になっていただければと思います。利上げの方を見込んでいる向きというのはかなり少ないですね。12%というところです。8割強がこちらでございますが、基本的に変わらないというような見方、これがまた強まっていると。じゃあそれなんでなのかとなりますとですね、これ先週の ウィークリーレポート、ちょっとご案内させていただきましたが、大統領選挙を控えているというところでございます。えー、そうなりますとですね、まあ、これは、ま、個人的見解、まあ、マーケットでもそうした、見解かなり増えてきましたけれども、やはり大統領選挙を控えてですね、大きく、え、見動きが取れないんじゃないかと、急にですね、慎重なイエレン f r b 議長が、金融政策の変更に踏み込むとは思えないというような見方があるわけでございますが、さてそうした中で今日はですね、こちら、 ご紹介させていただこうかと思いますが、私がこちらに持っておりますのが、えー、米国の共和党のホームページで、右手に持っておりますのが民主、えー、民主党のホームページです。で、こちらの方はですね、ヒラリー・クリントンさんが出て、えー、44 days u n t i election day と、あと44日,4日後には大統領選挙ありますよ、とおいうようなですね、えー、together we w と方位に出ておりますけども、えー、こうしたウェブサイト、トップページこうなってるんですけども、 共和党はすすごいで、えー、GOP と、まあ、共和党に投票してくれというふうにしているんですが、こちらですね、えー、向かって右側のところ、こちらでございます国務省を売っていると、ヒラリー・クリントン氏をフォーセールというふうにして,いておりますけどちょっと日本ではなかなか考えられないような対立候補に対するです、ね、こうした批判的なものを。 高党のというんでしょうかね。えぇ、ー、共和党のホームページでトップに出ておりますので、ぜひ皆さんもご覧になっていただければと思います。さてで、かなり白熱してきたのかなというふうにして感じておりますので、じゃあそれの理由は何かというところで、えー、今回のタイトルはこちらでご案内させていただこうかと思います。米大統領候補テレビ討論会で東京は揺れるのかというところでございます。えー、ポイントは1点です。えー、明日、まあ、東京時間では8時 9月の27日、えー、米国の東部時間、えー、米国の日付ですと9月の26日でございますけれども、えー、午後9時から90分間、えー、3つの項目を展開まあ外交だとか TPP だとかそういった形にな,なってくるかと思いますが、それを3つをポイントとして、90分間のテレビ討論会がありますよというところです、えー。で、ポイントは、このテレビ討論会でのポイントは何かと、もうシンプルに一点でございます。えー 東京市場がまたまた、なんかブリグジットの時と同じような感じのイメージ、ちょっとこの辺は警戒したいと思うんですが、まあまあいろんなあの顔色だとか一挙手一投足をもってしてかなりマーケットがそうした反応を示すのかどうか、まあ東京は直接関係ないから鈍化するというような見方もあるようでございますが、え、ー 現地時間では午後の9時、えー、向こう夜は21時時という時間帯でございます。えー、竹部のイラストさせておりますが、じゃあ21時いつかというと、えー、東京時間の午前の10時というところで、東京市場は真、ま、っ、あ、ただ中、まあ、これから始まるよという時間帯でございます。非常に怖いなというふうにしてががじ感じておりますので、そうしたところでは今日、えー、逆に見るとですね、ニューヨーク勢はあまり大きな動きはしないのかなという感じもしなくもないです。えー、ポジション調整に終始するのか、えー、ここ最近少し、えー ドナルド・トランプ候補のですね、えー、支持率というんでしょうかね、少し上がってきたという状況ではございますが当然、これがどうなるのかさっぱり分かりません、えー、いろいろなメディア、もしくは現地の方々に聞い,たとしても聞いてもですね、まあよくわかんないなという話なんですがここ最近はトランプ候補の発言が以前のような。 ちょっと、エキセントリックな発言は抑制してるのかなという感じがしなくもないですが、この辺は当然わからないところでございます。そして、え、これまだ、10月に入ってからなんですけども、え、ここ最近、え、ちょっと警戒したいなというふうにして思っておりますのは、え、これ先日の、え、 セミナー、ガチンコセミナーでしょうかね。ずっとお話しさせていただいた経緯あるんですが、えー、副大統領にも、えー、ヒラリー・クリントンさんの健康問題からフォーカスされてるんじゃないかとこういうとこで、えー、それぞれの民主党、そして共和党の、えー 候報。こちらの方の方々の話題も出てくるのかどうかちょっと警戒したいというふうにしておいます。まあ、このお二方ともですね、えー、法律家でございますので、えー、なかなかそうしたとこでは刺激的なご発言はなされない方々だとは思いますが、マーケットがどのような咀嚼展開を示すのかというところで、一応この辺もご留意いただければというふうにしておいます。えー、明日、東京時間では、えー、東京時間では午前の10時、えー、米国の現地時間では午後9時というところでございます。この 時間帯にどのような動きをするのか、今のうちからちょっとあの、えー、システム、えー 的な動き、システムトレードですね。そうした動きが出てくるのかどうか、まあちょっとアルゴトレード的な動き出てくるのかどうかわかりませんが、リスク管理の方はですね、事前にチェックしていただければというふうにしております。さてで、本日の東京市場の日経平均採用銘柄、値上がり率、値下がり率ベスト5でございますが、実は非常にシンプルでございまして、日例、そして TDK、まあないしは、えぇ、ー、ニコンもそうでしょうかね、値上がりの方はそうなんですが、それぞれですね、 投資判断の引き上げないしは引き下げによって、え、下落したないしは上昇したというところが顕著でございました。え、JGB などを保有している各生存法などでの見方とこういうのはですね、今日ちょっと下落の方に傾斜いたしましたが、ここ最近ちょっとボラタイルな値動きなのかなというところでは、え、日々日々上下を見せているとこういう状況かと思います。 え、で、本日の、今回のですね、売買シナリオでございます。今、現国においてちょっと100円の70銭水準が割れたのかなというところでは、竹部的にはちょっと、あららというようなところでございますが、あまり大きな動きにならないのかなというところで、下攻めを見せるかなというふうにして見ておりますが、100円の40銭アラウンドがまあ最終的な、 えー、ボトム剣というような見方で、100円の70銭から、えー、101円の20銭という予想レンチで考えております。えー、丸の70、170銭で新規買って、101円の20で売る50銭狙いでございますが、アゲンスト。 え、買った場合、下がっちゃった場合は、100円の40銭で損切りと、30銭リスクというところで、50銭狙いでの30銭リスク。で、売りの場合でございますが、101円の20銭で売って、100円の70銭で買いとこういうところでございますが、こちらの方も50銭狙いで考えているんですが、アゲンストの方はですね、え、こちらの方はちょっと、 透明にというんでしょうかね。101円の70銭。こちらのはちょっと50銭以内でとこういうふうにして考えました。売りの場合ですね。で、その根拠なんですが、やはり101円台の後半、かなりテクニカル的な抵抗体が強いということと、100円、101円台のミドルを超えていくと、かなりですね、月末、週末、そして四半期、第二四半期でございます。この決算末での、お輸出の売りなどが出てるよというような見解が一部、インターバンク市場から聞こえてくるところ でございますので基本的には、うん、今日はまあ売り買い待機という根拠というのは、えー、大統領候補選があるのであまり動かないんじゃないでしょうかねというところではあるんですが、えー、売り買いという,うにしかかせております基本的にはちょっと売りの方が強いまあ、ちょっと下押し試しなのかなというイメージも個人的に持っておりますで、えー、警戒すべき指標というのはまあ、明日の え、東京時間明けてからというところのテレビ討論会だと思いますが、今夜、今夜警戒したいのはやはり FRB が終わった後にですね、えー、FRB の FOMC が終わった後に、それぞれ FRB の幹部がどのような発言をするのかというところでは、タルーロさん、内しはーカブランさん、ダラスレン,ン総裁の声などちょっと深夜はございますので、この辺ご注意いただければというふうに思います。で、その他でございますが、ユーロ、 え、ユーロ圏においてはそれぞれ、えー、用人がご発言あるんですが、えー、ドラギ総裁が23時から議会証言なさいます。えー、この辺はおそらくでございますが、緩和に関しては玉虫色、欧州議会ということで玉虫色というふうにして見ておりますが、えー、ユーロに関する、動き、ちょっとご注意いただければというふうにしております。で、それを受けて、ちょっと話が前後しますが、えー、深夜の2時でございます。2年ものの、米債の入札がございます。大体250億ドル分の、えー、大札、 の、予定というような形になっておりますが、えー、ここ最近このフェデラルファンドレートは反映しやすい2年ものに関してはご存知の通りでございます。えー、米国の。 利上げ観測が少し後退したよというような状況の中でどのような動きをするのか、どちらかというと10年債金利の下落の方が2年、えー、ドル円レートなどには圧迫する感じがありますが、えー、2年債の動きというのもちょっと十分ご注意していただければというふうにしています。で、えー、現,時現時点でお,おいてでございますけれども、えー、200日終わり日で米国10年債とドル円、えー、こちらの方が0.898の相関係数という状況でございます。えー、2年債金利のが もう少し低いんだとは思いますが、思わぬ動き、短期から中期、短期から長期、長期から短期、そうしたところでの米債の資金移動というものがですね、ドル円を左右させる可能性もあるというところで十分ご注意いただければという,ふうにして思います。さて、そして今度は日経225の方でございますが。がこちらの方は1 6500円から。 一万六千六百五十円というような予想レンジ考えましたが、こちらの方も現在ちょっと株安の方が進んでおりまして、一万六千四百五十円アラウンドというところでございます。ので今、予想レンジ加減割れになってしまったというところでございますが、えー、さてどうでしょうか。えー、円高、ないしは円安、あまり感濃度を示さなくなってしまったというような感じがしなくもないところが日経二二五でございます。えー、した従って今回はちょっと強気にというところで、まあ、あえてでございますが、今、アゲンストになってますが、一万六千五百円で買いと。 こういうところで、650円で売り足しと。で逆に650円で売って500円で買い足しというところで上下での売り買い、それぞれシナリオを考えてみました。で、16,500円で買った場合は、350円での損切り、アゲンストは150円、リターン狙いも150円というところでございますが、売った場合、こちらの方も650円で売って500円で買い戻しなんですが、こちらの方も800円で、まあ、アゲンスト になった場合は損切りとで万円台かなりです、ね、こちらの方も、えー、冷やしベースでのテクニカル的な抵抗体が多いです、えー、この水準を超えてちょっと1万6800円水準まで上がっていくのはかなり厳しいなとみううて,ておりますが、えー、1万6400円台、500円台、かなり値堅さがございます、えー、そうしたところではこの辺は下値のところはちょっと拾っていきたいというふうにして思うんですが、350円水準、えー、割れるとまた一旦仕切り直しというような投資判断な てくるかと思いますので、えー、今日は150円位置でのそれぞれ、えー、日経225とこういうところのシナリオでございます。 えー、改めてでございますが、大統領選挙が具体的にどういった反応をしていくのか、ちょっと非常に、えー、読みづらい展開ではございますが、やはり政治のテールリスクというのは、これ、624ブリグジットショックの時も皆さんご経験済みだと思いますので、何が起こるのかわかりません。まあ、テレビ討論会だから、えー、まだ本番までにと、こういうところかとは思いますが、えー、急激な同意、えー、が、 仕掛けられてくるかもしれませんのでえ十分ご注意していただいてお取り組みいただければというふうにして思います以上9月の26日月曜日の株と為替の売買シナリオでございました